どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前テトラ社から販売されているサイレントフレックスという商品を紹介したことは覚えていますでしょうか？結構革新的なフィルターで、おおむねいい評価を得られている製品だと思います。以前の動画では自分なりにサイレントフレックスの情報を余すところなくお伝えしたつもりだったんですが、よくよく考えていくうちにもう一つやってみたいことが湧いて出てきました。アイデアも出たので、一度だけ動画にしてからほとんど活用されていないサイレントフレックスをもう一度動画で登場させてみようと思った次第です。誰でも思いつくことだとは思いますが、実際どうなの？っていう使い方なので、ぜひ最後まで見てやってください。というわけで、サイレントフレックスのおさらいです。基本的に通常の投げ込み式フィルターと変わらないんですが、大きな特徴として縦置き横置きが可能、動作音が静か、ホースが接続できることなどが挙げられます。静音性はマジでピカイチで、逆に静かすぎて動いているのか心配になるレベルでした。特に個人的に良かったと思うのは、内径 12mm、外径 16mm のホースが接続できるホースコネクターが付属しているところです。通常の投げ込み式のフィルターであれば、水替えなどは通常通り行わなければならず、最低水位線が高い製品が多いこともあり、あまり水を抜きすぎるとモーターが空回りするため、いちいち電源を切らないといけなくなります。しかし、このサイレントフレックスはモーターが下にあることもあり、結構下の方まで水位が下がっても稼働できるどころか、ホースを接続することによってサイレントフレックス単体で排水までできちゃいます。もともと水替えできる投げ込み式フィルターにはジェックスのラクフィルがありましたが、そちらに比べて自由度も高いですし、排水スピードもなかなかのものです。今回の動画の使用方法でも重要になってくるこのホースコネクタ、勘のいい方ならわかるというか、すでにサムネでバレていると思うんですが、外部フィルターに接続していきたいと思います。内径 12mm、外径 16mm というホース径は 60cm 水槽用の外部フィルターの規格と同等で、簡単に接続することができます。小型水槽用のサイレントフレックスミニも同じホース径らしく、エーハイム2211などの小型水槽用外部フィルターと合わせることも可能です。それでは早速検証していきましょう。今回使用する外部フィルターはこちら、エーハイム2213です。そしていつもの使っていない 60cm 水槽を引っ張り出して水を張っていきます。毎回検証のたびに水を1から入れていますが、さすがにレイアウト素材も何もない空の 60cm 水槽を満タンにさせるのは時間がかかりますね。水を張った後は右側にサイレントフレックスを設置していきます。横置きもできますが、今回はスタンダードな使用方法である縦置きでの検証を行います。サイレントフレックスに接続しているホースをエーハイム2213の給水側に取り付けていきます。ちなみに設置方法はこのように水槽の高さと同じにしています。外部フィルターが水槽よりも低い位置にある場合は、水を持ち上げることが難しい可能性もあるので注意してください。排水側にはこのようにエーハイムのシャワーパイプを接続しました。引きで見るとこんな感じ。もっとごちゃごちゃするかなと思いましたが、割とすっきりした感じがしますね。気持ちの問題かもしれませんが、ちなみに今回の検証ではエーハイム2213の中にはろ材を入れておりません。それではサイレントフレックスのスイッチを入れていきましょう。水槽内にモーターがあるので呼び水不要です。フィルター内の空気が抜けてブクブクいってます。出てきましたね。思ったより流量もありそうな感じです。スペック的にはサイレントフレックスが 60Hz で390リットル毎時なので、
440リットル毎時の2213よりも若干弱い程度です。流量最小も見てみましょう。ちょろちょろですね。正直ここら辺は以前の検証で見たように絞りがえげつないので、これくらいちょろちょろになります。問題なく接続できたので、ここでサイレントフレックスを接続することによって発生するメリットを紹介していこうと思います。まず一つ目は、外部フィルターのろ過層メンテナンスをほとんどしなくてよくなることです。サイレントフレックスはこのように活性炭入りウールマットの後にスポンジマットが入っており、あらかた大きなゴミはここでこし取ってくれます。おまけにサイレントフレックスのモーター自体もこのろ過マット2つを経由した後に水が流れてくる設計になっているので、目詰まりを起こしにくいです。ということは、流量低下した場合は1つ目のウールマットが汚れているだけなので、蓋を外して取り出しマットを交換すればメンテ終了になります。いちいち外部フィルターのろ過層をいじらないので、清掃時のバクテリアのダメージを気にする方も安心です。2つ目は、外部フィルター自体にモーターがなくても使えることです。よく外部フィルターってイオン化して使えなくなったり、流量低下して押し入れに眠ってたりしますよね。そんな外部フィルターにも活躍の場が生まれます。通常の水中内ポンプよりも先述したメンテナンスのしやすさがあるので、その点では有利です。もともとサイレントフレックスを持っている方はエーハイムのサブフィルターが比較的安価で売られているので、そちらと併用してもいいかもしれませんね。ろ過層内に機器を追加せずにろ過能力を格段にアップできるのは魅力的です。続いては恒例の細かく刻んだメラミンスポンジを使用して水流を確認していきます。まずは流量最大から。ちょうどいい感じに回ってますね。個人的にはこれくらいがちょうどいいんじゃないかなといった感じ。続いては流量最小。さすがに弱すぎますね。ろ材なし、流量最大でちょうどいいくらいの水流なので、ろ過層内ギチギチにろ材を入れているともう少し流量が弱くなると思います。これだけだとどれぐらいの水流なのか比較しづらいと思うので、エーハイム2213の水流も確認してみましょう。サイレントフレックス接続時はサブフィルターとして運用していたので、インペラを外していました。できるだけ条件を同じするためにホースの長さもいじらずに検証していきます。それでは水流を確認していきます。明らかにサイレントフレックスよりも強いですね。以前自分が使用していた経験からすると、ろ材を入れた状態でもこのシャワーパイプを使用した場合はグッピーなどの泳ぎの得意じゃない生態は厳しかったです。ということで、サイレントフレックスにエーハイム2213を接続しても問題なく稼働することが分かりました。ただ水槽と高さが同じという条件付きです。先ほどメリットをお話ししましたが、こういったところはちょっと扱いが難しいところですね。ろ材を入れるともっと流量が低下すると思うので、正直外部フィルターとの高低差があるとちゃんと通水する気がしません。それでも必要な条件を満たしていればしっかりと使用できる組み合わせだと思います。というわけでいかがだったでしょうか。まさかこんな使い方ができるフィルターが出てくるとは思いませんでしたが、しっかりと使用できて面白かったです。結構限定的ですが、刺さる人には刺さる使い方だと思います。この革新的なホースコネクタのおかげでいろんな使い方が妄想できるサイレントフレックス、皆さんもお家で遊んでみてはいかがでしょうか。こんな使い方もできるんじゃ
っていうアイデアなどあればコメントでじゃんじゃん教えてください。概要欄にサイレントフレックスとエイハイム2213のサブフィルターの商品リンクを貼っておきますので、気になった方は見てみてください。というわけで今回はここまで。 Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録とかしていただけると動画制作の励みになりますので、ぜひお願いします。それではご視聴ありがとうございました。 Thank you.